整備されていない山道を走るトレイルランニング。世界レベルでは100マイル、およそ160キロを数日かけて走るビッグレースも存在する。体力や筋力だけではなく、スタミナと精神のマネジメントも必要になる究極の耐久スポーツ、トレイルランニング。今回はこのトレイルランを冬の屋久島の観光資源にと奮闘するあるホテルの挑戦を追いました。今回、屋久島でのトレイルランニング合宿を企画したのは、屋久島のみならず、日本でも指折りの高級リゾート、サンカラホテル&スパ屋久島。参加ゲストはサンカラに宿泊し、2泊3日の日程でプロランナーと屋久島を走る。通常のレースとは異なるホテルイベント。今回のイベントで講師を務める日本のトレイルランを牽引してきた2人のトップランナー、鏑木剛と横山峰博。アルプスの山岳地帯を160キロにわたって走り続ける UTMB ウルトラトレイルデュ・モンブランをはじめとして、世界を代表するグレートレースを戦ってきた、文字通り日本を代表するプロトレイルランナーの2人。そしてもう一人、長く勤めた奈良県庁を退職し、サンカラを運営する平川商事の顧問に転じた福野博明。屋久島のトレイルランを観光資源にという構想は福野の発想。県庁職員時代は希代の暴れん坊公務員として名を馳せた福野。しかしその着眼点と実行力は、高野山と吉野を結ぶ弘法大師の道を再発見し、そこでトレイルランレースを仕掛けるなど、歴史、文化、スポーツ、地方振興すべてを巻き込んだ企画の成果に現れている。一番は冬がオフやっていう話を聞いたんで、冬も楽しめるっていうことをしたいなということと、で、まあ、南面は天気が多いっていうのを生かして、冬のまあ集客っていうか、屋久島全体に何かできたらいいなと思いましたけど。ホテル側の実行リーダーは屋久島のプロガイド、サンカラのアクティビティマネージャー大木信介。屋久島が閑散期でオフシーズンですね。なので閑散期のイベントとして今回は特にやりたいというのもありました。大木さんご自身はもともとはランナーじゃなかった？じゃないです。僕はがっちり登山の人間でしたので、まあ、それこそ本当申し訳ないんですけど、登山始めた30年ぐらい前は トレイルランってやはりちょっとネガティブなイメージを、なんで走るんだろうとか、ぶつかったりとか、やっぱりよくある負のイメージを少し持ってましたね。主に関東地方からの参加ゲスト総勢12名。イベント初日は10キロ弱のロードランで足慣らしの予定。ゲストに混じって参加らのスタッフを発見。普段はロードで走っているという宍戸、プロランナーと走れるチャンスにいても立ってもいられなくなった模様。空模様は屋久島らしいあいにくの雨。それでもゲストたちは楽しげに走り始める。サポートカーから見守る福野。
噴火の心配はない。でもご覧の通り急所、あの奥見ても岩ですから、本当に岩の島です。鏑木と横山の2人は2021年の冬にも福野の招きで来島しテストランを行っている。世界のグレートレースを走ってきたプロランナーにとって屋久島はどんな場所なのか。いや、同等だと思います。もうそれ以上の雰囲気景色とかあります。はい。どんなところにそれを感じますか。まずは本当に海から山がもうそそり立っているので、もう圧倒的なこのスケール感が、島なんだけどものすごい山のスケール感も感じますし、まあ、あとなんか植生がこう亜熱帯から上がればどんどん変わっていく、その日本の本土にはないような植生の雰囲気とか、もう本当に沢とか滝とか、もう水が溢れてて変ですけどすごい豊富で、もう本当に何だろう、水の島という感じですね。もうその雰囲気ですね。はい。まあ、本当に来るたびに新しい発見があり、なんだろう、でやっぱりや、ね、もちろんその屋久杉とかいわゆる縄文杉とかああいったメインの場所はあるんですけども、ある意味それ以外の本当に多くの人たちが知られてないエリアにものすごく輝くべき、あの貴重な自然と美しい景色があるっていうことをね、もっと皆さんに知ってもらいたいなと思いますね。屋久島のみならず日本でも指折りの高級リゾートサンカラ、宿泊だけでなくレストランもトップクラス、トレイルランニングがテーマの今回のホテルイベントだが、料理にも手抜かりはない。翌日の長距離ラン用の補給食を準備しているのはパティシエの川添俊也。鹿児島らしいものをと選んだのは屋久島のよもぎを練り込みサルトリイバラの葉で包むカカランダンゴ。うまいです。濃厚ですね。そしてディナー。今回のコースを任された副料理長の高橋優馬。自身では走らないが、トレイルランニングに必要な栄養を料理に取り込もうと勉強してきた。今回料理なんですけども、まずこれは競技としてトレランというものがあると思ったときに、まず走ること、この最中に必要になってくる、まあ、栄養素であったりとか、あとは、その走り終わった後に体を癒すケアするっていうものの栄養素っていうものをこう私なりに、調べまして、それでも料理として成立したものを出したいと思ってますので、精一杯頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
イベント2日目早朝、まだ静かな厨房で動き出していたのは、前日ゲストと一緒に走っていたシシド。朝食のために時には100個を超えるパンを焼くベーカリーチーム。手際よく焼き上げられていく何種類ものパン。みんなやってるから宍戸はトレイルランのゲストたちのために今日の昼食を準備中。今日のメニューは何でしょうか。今日ホットドッグとクロック蒸しとアンパンを準備しています。やっぱりアンパンは、やっぱり糖質吸収もいいですし、なるべくカロリーのあるものをちょっと入れてほしいっていうことだったので、食べやすくてカロリーのちゃんと取れるものっていうのを意識しました。あとどれくらいなの？今回のコースは屋久島南部尾之間から始まり、宮之浦岳への入り口淀郷登山口へのおよそ12キロ、獲得標高およそ1600メートル。通常の観光登山にはほぼ使われないコースだ。コースの選定にあたって福野から大木には宿題が出た。世界自然遺産エリアでは走らないこと。やっぱり地元のガイドとしては、こう上に行きたい、世界遺産エリアをお客様に見ていただきたいっていうのもありましたし、ただあと2月のその寒い時期に屋久島が暖かいから、そういう形でやっていこうということで、特に島の南側の方で何かいいルートはないかっていうので、ずっと探してくれっていうので、はい、考えてました。もともと登山やマラソンに人気があり、野山を走るクロスカントリーランがあまり普及しなかった日本では、登山は歩くものという考え方が根強く、トレイルランナーを毛嫌いする人々もいる。また地域との調整を軽視してイベントを開催する業者もおり、その摩擦がトレイルランへの偏見を生んでいる一面もある。過去ゼロから始めてトレイルランレースを地域のイベントに成長させてきた鏑木や福野はどう考えているのか。そのトレランニング自体を全く知らないエリアでやるときとかは本当に最初大変なんですよね。山走って、山の暴走族がたくさん来て山を荒らすんじゃないかみたいなことを思われて、非常に地域からネガティブに思われている中で、一つずつこう、説明して、で、小さなイベントから始めて、で決してそんなもう皆さんにこうマナー守って参加してもらうわけですけど、でやっぱりやった後になると、全然イメージしたスポーツと全然違うねっていうふうに皆さんね、こう地域の方も思ってくれて、でなんかこうそれがこう一年一年とつながると、むしろなんか地域の方々の方がむしろなんかまた来てくれ、今度は大会やろうよみたいな話で、初めはこうネガティブに思ってた地域がむしろなんか本当にこう本腰を入れて、すごく大きな大会につながって。っていう流れも結構いくつも今まで見てきてる、見てきてるし、自分自身が関わってきてるので、やっぱり小さく始めて何だろうムーブメントを作っていって、皆さんに興味を持ってもらって、知ってもらったとこから徐々に皆さんがやろうっていう
まあ、空気感が生まれへんとはできへんと思うんで、大きなイベントってで、まあ、新しい、まあ、挑戦なんで、ゆっくり育てていった方がええなと思ってます。初めからその何か大きな一歩を踏み出すのは、初めは本当に小さな一歩から丁寧に伝えていく、話していくってことに尽きると思いますね、うん。まだこれが広がりそうやっていうのをすごく感じますよね。やっぱり普通の街の中走ってるより山走る方が気持ちいいもんね。僕もまあ走りたいなっていつも思うし、まあ、近所でね、あの家の近所の山走ったりはしますけど、やっぱり普通に
街中走るよりは絶対気持ちいいっていうのはみんなは絶対わかるし、やった人は絶対戻れなくなるはずやと思うんで、まだまだ可能性あると思います。まあ、あの反省もいっぱいありましたけども、非常にもう、まあ、満足しというかもう達成感のあるイベントになりましたね。お客様が、まあ、とにかく全員こう笑顔ですごい良かったって言っていただけたので、非常に達成感はありましたね。やっぱり屋久島だとどうしてもあの、まあ、縄文杉とか割とこう観光もこう決まってきちゃってるところがありますので、そういう中で新しい提案として、トレイルランニングっていうので屋久島の山を違う形とか、まあ、客層も含めてあの新しいご提案ができたのかなと思います。やっぱり自分もすごいものすごい楽しめました。参加される方ともなんか一緒に自分も参加者のような雰囲気でもういろんな話しながらとか、まあ、細かなアップダウンもあるので、普通のこう登山道トレイルと違って足上げたりする細かなステップが多いので、例えば同じ10キロでもトレイルの10キロでもなんか倍ぐらい体に負荷がかかって、その 10キロなんだけどものすごい体鍛えられるなというのは感じました。いやもう屋久島はね、これはもうなんていうんですかね、まあ、僕も日本全国世界中をいろいろ旅しましたけど、まあ、間違いなく唯一無二の自然ですよね。まあ、本当にこう何ですかね、海抜ゼロメートルから、まあ、2000メートルの間に、まあ、ありとあらゆる季節があり、植生があり、景色があり、まあ、本当にこう何ていうんですかね、あの一つの島なんだけど、もう本当に小宇宙のような、こう何ていうんですかね、いろんな表情を見せてくれるんですよね。うん、